中にあった戦国期の館。海の国守護武田氏の館で、戦国大名武田氏の両国経営における中心地となる。海の国守護武田氏の本拠である甲府に築かれた館で守護所が所在した。現在、跡地には武田神社があり、また武田氏館跡として国の史跡に指定されており、県内では、 甲州市の勝沼市館と並んで資料価値の高い、中世の城館跡である。戦国時代に築かれた甲斐、源氏武田市の本拠地で、館と河心団屋敷地や、城下町が一体となっている。信虎、春信、勝より三代の六十年余りにわたって、府中都市適能し、後に、広域城下町としての交付や、近代以降の交付種の原型となる。 県中部、甲府盆地の北端、南流する相川線上地上に位置する。東西を藤川と相川に囲まれ、背に爪状城である溶岩山城を配置した構造になっている。海野国では、南北朝時代に、秋守護、武田信武が入府し、在地の伊沢流武田氏は没落した。信武、信成、信春の時代に守護所は八城、八代、千野に置かれ、 それまでの政治、経済的中心地であった伊沢から離れた場所に移転された。一方で、信武信春は、笛吹市伊沢町支部の観音寺や笛吹市伊沢町、松本の大蔵教授など、寺社の再興を行い、一族を伊沢近辺に住まわせている。室町時代の開始後、武田信光、信本、信春、信重信新守の時代に守護所は、 伊沢に近い小石和に移転された。この時代に開国は、室町幕府と鎌倉府の構想に影響され、欧永23年の上杉全州の乱において、武田信光が滅亡すると、開は守護不在状態となる。これにより有力国人や守護代、後部氏が台頭し、乱国状態となった。守護、武田信政、新縄の時代には、後部氏が排斥される。 海の国史によれば、信正は、甲府盆地東部の甲府市川田町の川田間に館を構え、家臣団を集中させた。これにより守護所は、伊沢に回帰し、笛吹川を挟んだ商業地域と分離した城下町を形成した。信正は、嫡男、新縄に家督を譲り、落合に隠居するが、信正は、次男の新へを、後継者とすることを望み、守護、 新縄と新への間で内交が発生した。新縄の子、信虎は、永正5年に、新へを廃止させると、信虎による回答率が進捗した。武田信虎要外、山城信虎も川田間を本拠としていたが、高城佐伯によれば、永正16年に、盆地中央に近い相川線上地への許可に移転を行った。移転の理由に関しては、 伊沢間一帯が水害の常習地であったためとする説もある。高城佐記によれば、8月15日には、ク立式が行われ、翌8月16日には信虎による見分が行われている。高城佐記によれば、信虎は12月20日に川田間から移住したという。勝山期永章16年、永章17年上においても、 英承17年3月時点で、館は完成していたと記している。勝山期には、新府中や、海府中と記されており、許可移転は、自賃祭から4ヶ月余りで、館も未完成な状態だったという。ノブトラは、新館の建設と同時に有力黒人の城下町移住を行っている。有力黒人は、 甲府への収集に対して抵抗し、勝山木によれば、英昇17年5月には、栗原氏大石、泉氏らが甲府を退去する事件が発生している。また、館を守備する市場の築城も行われ、高城佐記によれば、英昇17年6月には、背後の赤水寺丸山に、溶害山城が築かれ、大英3年には、浄化製法の湯の山に、 湯村山次郎が築城されている。また、武田氏と関係の深い伊沢からは、笛吹市伊沢町支部に所在する、武田信光ゆかりの伊沢八万神社を勘定し、筒子ヶ崎館西部に、府中八万神社を創建した。府中八万神社は、武田信玄により改装者となり、国内の武田領国内の神社統制を担った。また、 信仰巨漢の鎮守と伝わる三崎明神も甲府へ移転させた。信虎は室町幕府の将軍足利義晴と通じ甲府の都市計画も京都の情報を基本にしていることが指摘されるが発掘調査によれば当初の館は将軍邸である花の御所と同様の方形巨漢であり建物配置や名称にも将軍邸の影響が見られる。信虎時代には カイ国内の有力国人が、武田市に帰伏しているが、辻ヶ崎間の建設後は有力国人も、同様に本拠の用地移転を実施しており、郡内地方を治める小山田市は、中津森から谷村へ、河内地方の穴山市は、南部から下山へと移転している。春の時代の武田市は大きく、所領を拡大させ、品野、駿河、上野、東東海、三河などを、 勢力下に収めるが、本拠地は一貫して、溶害山城を含む辻ヶ崎間であった。辻ヶ崎間は、天文2年と、天文13年に火災に見舞われている。天文2年の火災は、勝山期に記録されているが、積水寺橋に屋敷を持つ小前田かじろ祭、高次郎祭期には記されていないことから、規模の小さい火災であったと考えられている。 天文13年の火災は、同年正月に、近在の武田道館屋敷からの出火し、王風により館に飛び火し、類傷している。武田道館は、武田信成の弟、後進の系統で、祖父の満信は在京を暴行をしていたという。道館は、歌人としても知られ、筒子ヶ崎館に銀在する屋敷を持っていたことから、価格の高い人物であったと考えられている。 この火災により、武田春信は、狛江高次郎祭屋敷へ一時移っているが、同年2月24日には館へ戻っているため、全焼は免れたと考えられている。高次郎祭記によれば、この火災を契機に、館の大規模な改修が行われている。甲府は用地であったが、1548年には、庶民の屋敷建築が禁止されている、と、城下の拡大には、 限界もあったとされる。また、この頃には、全国的な山城への許可移転も、傾向として見られ、勝頼期には1575年の長篠の、戦いでの敗戦により両国支配に動揺が生じ、勝頼は、両国体制の立て直しのため不注意点を起とし、過信団の反対もあったが新たに、新不条を築き、1582年には、 つつじ崎間から移転している。しかし、間もなく実施された小田氏の公衆性抜の結果、武田氏は滅亡する。武田氏滅亡後、川治療を除く海一国、島の諏訪軍を統治した小高臣は、川尻秀高は、つつじ崎で政務を取ったとされるが、異説として、岩区母館を本拠としたとする説がある。同年6月に、本能寺の変が勃発し、 秀デはその後の混乱の中落名する。その後に入府した徳川家康によって改めて開始杯の主張とされ、館行きは拡張されて、天守も築かれた。1590年に徳川家臣の平井は近吉によって、甲府城が築城されるや、その機能を廃されるに至った。以降、甲府は甲府城を中心とした広域城下町として発展した。 千七百五年に、甲府に入法した、柳沢義康は、それまで、古城と呼ばれていた、筒子が先や方跡を、三立跡と呼べよう甲府市中に発した。義康は自らを、甲位、現時の後栄と位置づけており、嘘とされる者の権威の正当な検証を意味する。二千十九年は、永正十九年から五百周年に当たるため、甲府市では、甲府回府五百年として、 記念事業を企画している。つつじがさ付近の空中写真。画像中央の緑地が筒地傘機関、つつじがさ右にあるため池は、龍が池。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成広さは、周囲の堀を含めて、東西約200メートル、南北約190メートル、面積は、 1> 約1.4万坪と推定される。外堀、内堀、空堀に囲まれた三重構造で、中性式の武家館であるが、東ルは、中桑からなる規格的な主角部、西桑は、味噌ルは、五陰グルは、梅沖なルは等から構成されると考えられ、海、武田市の城郭の特徴がよく現れた、西桑は古行や空堀、馬出しなどの防御施設を排した構造になっている。 2006年の発掘調査では、大手口前面の株から三日月掘りが確認され、正確な年代は不明であるが丸前田氏が気づかれていたことが判明した。内閣は、石積みで仕切られており、東グルわで政務が行われ、中グルわは、当主の日常の居住空間、西グルわは、家族の住居があったと考えられている。武田市から、徳川氏、浅野氏の支配の期間を通じて、 四角部にクルワを増設する形で改修が行われた。紅葉軍艦では、晴信の事物を収めた、美写門堂に関する記事が見られ、レンガ会や加会が催される会所であったという。高城再記によれば、1543年には、館の一部を消失したが、再建されている。現在、跡地は1919 19年に創建された、武田神社の境内にあたるが、 この時に、南面の殿物規模が縮小されている。また、武田神社の本殿を建てる際には、南の石垣を崩し、正門を新たに作った。この時に、三重構造の原型の大半が崩されてしまったが、その後の1940年に、国の史跡に指定されている。遺構として、土類、堀、石垣、古行などがあり、 陶磁器などの出土遺物も確認されたほか、神社の近くには、王子のままの場所にあると伝えられている井戸が2箇所存在する。そのうち、姫の井戸と呼ばれる井戸は、信玄の子息誕生の際に産湯に使用されたと伝えられている。なお、信玄の時代の通用門は、現在の神社東側にあり、内堀によって、道と隔てられていた。武田城下町は、 相川線上地の船長部に位置する、つつじがさ機関を基軸に、上望性的に二丁間隔で五本の南北機関街路が設定され、東西に市が所在することからも、強風マッチ並みを意識していたことが指摘されている。考古学的には、城下町整備当初から設定されていたかは不明で、あるが、文献資料では、高野山世経院、海野国区要庁や二次資料において、 街路の地名が見られる。南北の主要街路は、西から南工事、三崎工事、広工事、谷谷工事、大泉寺工事が通過する。東西の主要街路では、城下南部の穴山工事がある。これらの主要街路には折れ曲がったクランクが設けられて、おり、円剣を遮断するための防御上の工夫であると考えられている。城下から、海の国外へ通じる道としては、 城下南東の八日市場からは、鎌倉街道や秩父王館、若日頃、大梅街道、広州街道、中道王館に分岐する道が発し、城下南西からは、寸州王館、春春王館、佐久王館、某道穂、穂坂路、泉寺に分岐する道が発する。館の建設と並行して、城下町建設や新たな自社総建、市場開設など、府中整備が行われる。 城下町の北面には、河心団や敷地が整備され、南面には、小職人町が整備された。城下の出入り口である東西には、市が所在し、城下西部には、天文5年には開設されている洋日市場が、城下東部には、大英6年には開設されている三日市場が、一致している。城下町と外部の境界にあたる戸には、があり、連大場には、 共同墓地、少し離れた境町には、牢屋もあった。城下町はこれらの空間的に独立した町場も、包摂した。辻ヶ崎間の建設、城下町の整備に伴い、館の周辺や、城下町には、自社も移転される。立ち周辺では、武田市の氏神である、府中八幡神社が安和南宮神社が鎮座する。 館の鬼門にあたる北川館内には三崎社が勘定され、あたご神社には将軍地蔵が安置され、五図天皇社は館の裏鬼門守護、薬病退治を司った。五図天皇社に隣接する義温寺は、海の国内における東山派の主元社を支配した。諏訪南宮社に隣接する北条寺は、海の国古水伝承に関わる国母地蔵を本尊とする。 城下中央部の小職人街では、天孫からだ寺や日蓮州寺院の新立寺などの寺院が存在する。城下南端の一条小山には、鎌倉時代に創建された自修寺一蓮寺の門前町があり、あた山を隔てた北原戦場地にも戦国期に、品野から移転された海吉光寺の門前町が発達した。なお、武田氏滅亡後に一蓮寺は、 甲府市大田町に移転され、一条小山には甲府城が築城され、近世における会の政治的拠点となった。外苑には爪城として城西軍が発達し、館の北部には、洋外山城や湯村山城、南の一条小山にも山城や鳥出が築かれ、館と爪城、市場による府中防衛体制を整えた。2006年4月6日、 武田市館として日本百名城に選定された。武田市巨館跡の第31次調査において一体の馬の全身骨格が出土した。この馬骨は西黒は南側のマス型古港に伴う前出し空間の地下2メートル地点から出土し、頭部を北側に向け、一部は破損、変形している。むしろに覆われていたと見られることから、 埋葬された遺体であると考えられている。推定年齢12歳のオスで、体高は約116センチメートルから126センチメートルの小型馬。脂質つは他の中世馬の出土事例や在来馬と比較した四死骨の細さからあまり屈強な体格ではないと考えられている。また、この個体は小型馬であることからダバであるとする説もあるが、 激しく刺激された痕跡も見られず、小病理学的な観点からは、重量物の運搬により生じる、中手骨、中足骨の融合や、骨瘤形成が見られないこと、科学、第二球史に、ハミコンが見られることから、常用場であると考えられている。馬骨の出土した、前出し空間は、武田氏の滅亡後の形式で、推定年代は、近世諸島に下る。 可能性も考えられているが、山梨県内において、中世馬の出土事例は主に平安、鎌倉期のもので、戦国期に遡る可能性のある事例として注目されている。甲府市教育委員会には復元した全身骨格が所蔵されている。ありがとうございます。